신기! 흑! 소리! 흑! 소리다! 신기! 헷! 턱! 신기! 헷! 턱! 신기! 흥! 토! 신기! 헷! 턱! 優しく、温かく、力強い姿。私たち人は、新しき神々と神民に多く奪われ、今この瞬間も滅びに向かっています。それに抗う力こそが騎士なのです。滅びの時を避けるため、 騎士に選ばれたあなたは神域へ赴き神々を倒さねばなりません。でもいかに騎士に選ばれたとはいえすぐに神に挑むのは無謀と言えます。神域は人の住めぬ地、あなたを導くものはありません。まずは思うがままに探索し鍛錬を積むのが良いでしょう。神域でもし 特別な力を秘めたアニマを手に入れることがあればお持ちなさい。私に何かできることがあるか試してみましょう。神殺しの技、真偽があるとはいえ、過信せずできる限りの準備を心がけるのですよ。 騎士だけが私たちの人の最後の希望、持てる力、持てる技、持てる可能性の全てを注ぎ、高き神を打ち滅ぼすことを願います。さあ、お行きなさい。あなたのなすべきことをなすために、まずはこの森を抜け神域を目指すのです。 地上を焼き尽くす大いなる戦いの後、古き神はこの地を去り、新しき神々が降臨し、受胎する王女、ピオジラ、落雷の水、ニオバニス、ヒゴスル城郭、ランドリード、クルム、アンカーバル、救済者、エフーフパールーン、教会の、 ノーザース、新しい神々は世界の選別による支配という神々の庇護を受け、全てを持てる者、神明、選ばれし民は神域で長く幸福を享受し、一方で神々から切り捨て、全部捨てられした、世界から切り離された地、 死を待つ者、しかしその中に神々に挑む者たちが、神々を殺す者、神の自らの騎士となるその者たちが、この支配から解放を勝ち取り、神域へ足を踏み入れる者。